遠藤常友は、美濃八幡藩の第三代藩主。三上藩遠藤家三代。第二代藩主、遠藤経理の長男。母は、板倉重宗の娘。性質は、戸田氏親の娘。側室もいた。慶長、常木とも名乗った。昇法三年に、父の死去で家督を継ぐと、常友と名乗った。この時、弟の上明と、 常に二千国と千国を分与している。この二人の系統は、旗本として、明治維新まで存続した。反省においては、神殿奉行を設置して、神殿開発に努め、巨城の規模拡大や、城下町の建設に尽力した。文化的にも優れた人物で、稼度の足しなみがあり、先祖、あずま上演の歌を編集して、上演集を編纂した。農学や、 絵画などにも造形が深かった。慶安四年、大阪カバンに任じられた。漢文七年に城を大改修し、九条八万半遠藤家は、上司閣から正式な城主として偶されることとなった。しかし晩年には二日、長騒動、名主騒動などが起こって、反省は多難を極めた。遠方四年五月四日、四十九歳で死去した。後を次男の徳春が継いだ。 戸田氏の娘を性質とし、性質が生んだとこ春が後を継いだことから、戸田家は遠藤家の親類として、以後の反省や家督相続にたびたび関わることになった。ありがとうございます。